田です。日本へ留学やワーキングホリデーに行ってアルバイトをしようと思っている人も多いと思います。では電話でアルバイトに応募するときどんな話し方をしたらいいでしょうか。今回は電話でアルバイトに応募するときの話し方について紹介します。では一緒に練習しましょう。はい、レストラン東和でございます。お忙しいところ恐れ入ります。アルバイトの募集を見てお電話しました堀田と申します。ご担当の方はいらっしゃいますか。はい、私ですか。ホールスタッフのアルバイトをしたいんですがまだ応募できますか。はい、大丈夫ですよ。じゃあ面接をしたいんですが来週の月曜はどうですか。申し訳ありません。あいにく月曜は予定が入っているので難しいのですが。そうですか。じゃあ水曜の朝はどうですか。水曜の朝、はい、大丈夫です。何時頃伺えばよろしいでしょうか。じゃあ10時に来てください。10時ですね、かしこまりました。履歴書の他に何か持っていくものがありますか。あ、いえ、履歴書だけでいいですよ。かしこまりました。では水曜の10時にお伺いします。よろしくお願いいたします。はい、お待ちしています。失礼いたします。皆さんどうでしたか。電話では相手の顔が見えないので緊張すると思いますが落ち着いて丁寧に話してくださいね。今日紹介した表現もぜひ使ってみてください。では今日はここまで。他にも知りたい表現や意見などがありましたらコメント欄にコメントしてください。ではさようなら。